送りし、高梨いつきです。フェアリーゴッドマザーアイスメソッド15色の才能。人は誰でも15色の才能を持っている。その15色を組み合わせて無限の才能を作ることができるのです。これは再来年還暦を迎える私が才能の目である15色の短所を自分も周囲も幸せにする才能として花開かせるために挑戦する行動の記録です。才能が開花するまで毎日更新の予定です。劣等感の塊で自己否定的で自己喪失し依存症になっていた私が自己肯定して自己需要ができ周囲社会に貢献できる才能の塊になるまで研鑽と鍛錬、挑戦と失敗を重ねていきますから、ぜひご覧ください。才能がいつ花開くかは誰にも分かりません。もしも途中で挫折してしまったら申し訳ありません。11月23日水曜日、勤労感謝の日のダイジェストです。23日の午前中は明け方ブログを書いてお昼までゴロゴロうとうとしていました。午後は朝のルーティンと動画編集、夜は夜のルーティンと水彩絵の具で書きました。タイムラインは LINE ブログに上げていますので、ぜひぜひご覧ください。15色の才能を伸ばす鍛錬と研鑽で行動した色にハートマークということで、赤色がストレッチ筋トレ目の運動、ウォーキングが2467歩、8時間睡眠、ゆとりさんとマリナトレさんで運動をしました。オレンジ色がお休みをしていて、水彩画を1枚描いて、動画編集とブログを書きました。黄緑色の拡散が Twitter と Facebook2 つずつ、 YouTube が1つで、ノートとホームページとアメーバーとブロガーでシェアをし、 LINE ブログに日記のタイムラインを、載せています。緑色のガーデニング、水色はお休みして、青色のアンケアン症、紫色がタロットカードを、こう会話するような感じであれこれ考えながら、いろいろ引いていました。ピンク色がフェイスマスクとオーラルケア、身だしなみを整え、誰かを褒め感謝を捧げ、自分を愛して褒めました。薄橙色が皿洗いと洗濯整理、マッサージ、お風呂、ボディメンテナンスと薬を飲むのとサプリを飲むの、寝る前の整理整頓までできています。黄土色が両学長さんの動画トライブを聞いた後、過去の必要な動画を4つほど見ました。茶色が朝寝をして、黒色と灰色がお休みをし、白色が祝詞とお経六方杯とお祈り、ですね、で金剛院さんで読経をしました。今日は何色の才能を集中的に育てたかということですが、水彩画を描いて黄色のクリエイターの才能を育てました。今日の自分観察ということで、新月の前日の成果、眠くて過食気味です。思いつくことをあれこれとタロットを引いて可能性を考えています。止まっている時間も大切ですね。報告は以上です。動画のチャンネル登録と高評価、ブログや SNS のフォローといいねをどうぞよろしくお願いいたします。動画の音楽はオシム、イラストはオキソ、文とナレーションは高梨いつきでお送りしました。神様と皆様に感謝します。 I appreciate。 最後の言葉いきますね。この、はい、自分の人生は自分のもの、人にも社会にも支配されない、人のせいにも社会のせいにもしない、自分との一本勝負です。過去を悔やまず、未来を恐れず、この先が明日までかもしれないし、60年以上あるかもしれない。そんな人生のために今日一日に集中して楽しく生きます。今はの極まで希望を持ち続けます。この世界はすべて自分の魂の成長のためにあるのだから、神様と皆様に感謝します。I appreciate。 じゃあまたね。バイバイ。